はい、どうも、ゆうすけです。お久しぶりです。今日はね、なんかこう携帯いじってたら、なんかやってる人多いと思うんですけど、なんかすごい人気が無料ゲームの中であって、こんな人気だったのかと思って、ちょっと初めてやってみたいなと思ったんで、このゲームをやります。動物タワーバトルで、ちょっとふざけすぎてめっちゃ負けたんですよこれ真面目にやるの難しい。結構これ難しいんですよね。毎回ちょっと笑っちゃいますね。これで指離したらすぐ落ちちゃうんで、なんかこんな風に、あの動物が落ちないように積み重ねてって、落としたら負けみたいな感じなんですけど、今ちょっと知らない人と対戦してるんですけど、おお、ちょっと僕毎回笑っちゃうんですよね。いや、このふざけた音楽もちょっと面白いでしょ。ちょっと意地悪かな。ランダムで来るんだろうね、きっと。出ろうねってなんだ。ランダムで来るんですよ。だから大きいのも来る時もあるし。おお、やるね。じゃあもういいや、ここら辺で。あー、危ない。おー、うまいじゃん、ゆうすけ。うまいじゃん。お、相手もなんか、どうすんのそれ。あ、もうここに積み重ねていく勝負になった。じゃあちょっとそういう勝負を一回やめましょうかね。やばいやばい、待って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 、勝手に手離れたんだって。ああっていう感じで、ちょっと何回かやってって、ちょっと勝ちたいな。ちょっとこう、あ、俺か。最初は真面目にこんな感じでね。いや、上手い人ほんと上手いんだよね。なんかすごい引っ掛けて、なんか体重のバランスとかも、これ手離しちゃったりするのが、ああ、難しい。思ったのと違うよね。おお、大丈夫それ。落ちるよそれ絶対やったかった。いや、なんかもっとさ、もっとタワーバトルなんだからさ、もっと積み重ねようよ。まあ、相手の人ちょっと喋れないけど、相手のターンですね。あんまりね、際に寄せすぎても落ちちゃうんだよね。あ、これいいんじゃない？ほら、あ、ば、違う違う違う、そういう感じじゃない。いや、これ難しい。ちょっとずれただけでもこうなるもん。それ危険じゃない？それ。おお。じゃあちょっと、もう適当にこんな感じで。危ない。どんな状況これ。大丈夫それ。おーおー、うまく、あ、はめたね。じゃあ俺も同じ感じで。あ、ちょっとイメージと違うキリンが刺さってるもんな。これまずいですよ。これ負けるんじゃない、これ。おー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 おお。いや、どうするこれ。困ったな。これで大丈夫じゃない？バカバカ。よし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 、いいぞ。今回結構いいんじゃない？なんかピラミッド作っちゃったよね。うわー、これきついでしょ、もう。これどうすんだよ、これ。もうこのまま落とすしかないよ、もう。待って、もうちょっと左か。こんなもんか。バカ！もう耐えろ！耐えろ！耐えろ！マジか。もうちょっとさ、なんかタワーになんないの？ね。もうすごいレート下がってんじゃん。あ、そういうことする。じゃあ俺はもうこうするよ。危ない危ない危ない。ちょっと今ヒヤッとした。鼻重いんだな。お、乗ってきた相手も。こういうのを狙ってましたよ。あー、やばい、待って、花助けて、花助けて。あはいや、今のはなかったことにしよう。カットします。俺か。そう、こうやって回転もできるから、こんな感じ。
違う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 、なんでそうなんの。もう相手も考えてるよね。あれどうしたら相手、それ分かる、そういう時ある。あのね、指離れちゃうの。よっしゃ、もう一回行きましょう。私からですね。でもこんなの最初はね、もう適当でいいんだよ、こんなの。お、相手は結構正統派な置き方してきましたね。この虎が後で聞いてくると思うんだよな俺。それは危ないんじゃない、それ絶対危ないって。サイの前転。いやこれで勝っても嬉しくないんだ、もっとさなんか際の戦いしたいのさ俺か。じゃあ分かった、最初はセオリー通りにこういう風に置きますよ。お、相手はなんと何がしたいんだ。じゃあ回転させようか。はい、左しかないでしょ。回すの、どうすんの。何この人、勝負かけてきてるってこと。知らないよそんなことする人には。俺容赦しないよそんなことするんだったら。これでどうでしょうか。あえて時間で落とさせるって。ほら、どう？ほら、そんなことするからこうなるんだよ。お、どうすんのこの人。絶対それ落ちるって。ほら。なんでビットコイン取引はコインチェックがいいんだ？兄さん。知らねえよ。兄さんが知らないはずないだろ。じゃあ教えてよ。なんでビット。よし。ビットコイン今ね、大きく上がって大きく下がりましたよね。まあ、そんなことはどうでもいいです。僕はタワーを積みたいの。パンダスイッチさんと勝負。869勝もしてんの？やりすぎでしょ。これ、のどかな。あ、危ない。あの人、何やってんの？うまっ！何これ？今の見た？これちょっと、これは保存しよう。何その技。何これ？どういう。バランス800何回もやってるとこんなことできるようになるの。おー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 おお、ここまで想像してんのこの人、マジやべえ。ちょっと安全に行こう。この人うまいな絶対。お、マジでそれどうすんの。うまっ、マジで言ってんな。じゃあ俺もうまいとこ見せるよ。あー待って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 、違うんです。はい、こらどうだ。おーうまっ、この人技見せてくんね。じゃあ俺も見せるよ。あーちょっと待って。はい、どうですか。まあ全部この人のシマウマのおかげでしょ。やるなこいつ、めっちゃうまい。やばい、ごめん、落ちちゃったんだ。いや今の人うまかったね。800何回もやってるとそんなになるんだ。いや今の人のはやばい。こんな感じいいね。あーそれちょっと怖いんじゃない。大丈夫、それ落ちるって絶対。おお、この人もやるね。じゃあ俺も見せるよこれ。違う、俺後ろに落ちると思ったんだけど、どういうこともこれ分かんないんだけど、全然コツつかめない。もう30分ぐらいやってんのに。まずはこんな感じで。適当だな。まあ、最初はね、序盤はね。じゃあもうここでいいよ。下手に動かさない。
時間でちょっと置く。このままちゃんと置くよ。いい感じ。これ亀死んじゃうよね。おお、それやばいんじゃない？転がってくよ多分。ほら、いや、さっきの人みたいな人いないかな。もう一回84章、この人も結構やってんな。いや、さっきの人のあのはめ込むのうまいな、マジで。いや、ちょっとそれやめてほしいな。こんな感じでいきましょう。ほらちょっと思ってない動きになりましたね。まあいいや、とりあえずいい。おお、やりますね。じゃあ俺はこんな感じで、どうでしょう。転がっちゃうよ。ゆきちゃん、ゆきちゃん、ゆきちゃん、ペーター、ゆきちゃん、うまっ。じゃあ俺もそれやりたい。どう？いや、そのままでよかったんじゃない、あんた。いやー、ずるいね、そういう。だんだん時間がなくなってきてるんだよね。おし、思った通り。いやー、ちょっと厳しいんじゃない、それ。大丈夫？おお、危ない、耐えたね。なんか動物タワーっぽくなってきたね。これはどう？やばい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 、バカバカ、なんでいける？おお、どういうこと今の。やば、これプロってない？これサイの角。いやー、ゾウさんやばいでしょそれ。それは押しちゃうんじゃない？それはまずい。おお、やるね。もうこれ動かさない方がいいんじゃない？これちょっと斜めに落ちる感じ、これでいいんじゃないかな。あ、バカ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 、たれー、マジか。いや、今いい勝負した、結構いい勝負したよ。じゃあ次でラストにしようか。いや、さっきの人に出会いたいな。え、何なんかよく分からなかった。よし、行きましょう。私からです。はい、どうぞ。お、綺麗に積んでいきますか。いいよ。はい、ここまでは普通の風景だよね。若干ちょっとおかしくなってきたね。亀が上に乗っかっちゃったし。お、いいね。そうだよね。おお、サーカス団みたいになってきた。はい。お、どうすんの、どうすんの。マジでそれ行くの。そうだ、それぐらいだろう。あはい、勝ちました。ということで、ちょっとでも笑った方はやってみたらいいんじゃないでしょうか。確か無料ゲームだからね。じゃあ久々の動画こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよかったら見てください。バイバイ。